よし、行った。よし、行った。入った、よかった。ああ、よかった。入んなかったらどうしようかと思っちゃった。軽いね、これすごい軽いな。で、奥はこれ以上行かないけど、横は見切りに当たっちゃってるから、この当たってるところを切ると。そうしたらちょっと持ち上げて、排水管をまたいで壁際に置きます。よいしょ。脇の厚み分は想定してたけど、壁がそもそも垂直じゃないんだ。で、今ちょっと幅木にドン付きで置いてみたんですけど、バックガードと壁の間が思ったよりも開いちゃってて、特にこっちなんかひどくて、今水平測ったらね、壁自体が結構まあこっち側に傾いてるんですよね。で、これも柱から曲がってるってことだから、どうしようもないんで、これに関しては。あとはね、これ下にまあ板を引いて調整するしかないですね。
って一応こんな感じで置いてみたんですけど、こっちはねバックガードと壁の隙間が幅木の幅よりも狭くて、ということは壁がね若干左側に傾いてるんですよね、こっちは。で逆に奥はちょっと隙間が結構開いてて、さっき水平器も当てて測ったんですけど、この辺はね壁がね右側に結構傾いてるような状態で、こっちから見て。でそうするとねちょっと隙間が空きすぎててコーキングが打てないんですよ。なんでこれをぴったりくっつけるのに、この下にちょっと板をかませて手前を上げてくっつけることも考えたんですけど、そうするとね結構傾きがひどいんで9センチも上げないといけなくて、さすがにそんだけ上げちゃうとちょっとねあんまり良くないんで、板で上げるのはちょっとやめといて、前あったみたいにここのカバー、あれ調べたらね流し台水切りカバーっていうらしいんですけど、あれが手に入りそうなんで、この長さもねオーダーで作れるみたいなんで、それでねちょっと設置取り付けしようかなと思うんですけど、まあねできれば最初にね柱とか間柱の傾きを調べておいて、隙間が空きそうであればこのキッチンパネルを施工する前に、まあなかなか難しいんですけどね、どのぐらいの高さになるか、床を張ってこのシンクを置いてどのぐらいの高さになるかを計算しといて、最初に水切りカバーをつけて、そうするとこの辺にビス打つんで、でビスを打った後にキッチンパネルでそこを隠せればまあベストだったんですけど、まあなかなかそこまで思い至らなかったんで、まあ後付けになっちゃうんですけど、水切りカバー後でつけてみようと思います。でとりあえず今回はないんで、しばらく来るまでにかかりそうなんで、もうこの状態で排水接続して使える状態にしたいと思います。でここに見える下水管、この下水管にこの排水パイプを通すんですけど、その前にこの角型パイプカバーっていうのがあって、これは最終的にこうやって蓋するものなんですけど、これにね排水パイプの穴を開けないといけないんですね。でこれよく見ると後ろに丸い溝がいっぱい掘ってあって、カッターでね切り込み入れるとすぐきれいに抜けるようになってるんですよ。でまあこれのちょうどいい位置に穴を開けるわけなんですけど、ちょうどいい位置の丸い穴を開けて、でこの排水パイプを通して、で差し込む前にこの下水管カバーっていうのを通すんですね。でこれは下水の匂いが上がらないようにするためのもので、まあこれを取り付けて、まあ最後こうやって蓋をする感じになるんですけど、それでさらにビニールテープ巻けば、まあ完璧かなと。でこの長さなんですけど、排水パイプこれだと長すぎるんで、下水管の上面から10センチ入ったところぐらいでカットして入れるという感じでちょっとやってみたいと思います。でこれだと、まあ、こっちに上げちゃうと高さがあんまりないから、あんまりねちょっと勾配が緩いと物詰まる可能性があるんで、まあ、ここが一番スムーズに排水できる位置かなということで、ここに穴を開けたいと思います。開けた。そうしたら下水管に10センチぐらい入れたところでカット。これ10センチ。ここに針金が入ってるんで、これカッターじゃ切れないんで、まあ番線カッター使いますけど、ニッパーとかそんなんで切れるんで、
OK。 そうしたら角型パイプカバーを通して、で下水管カバーを通して、これくらいの密閉性がないと悪臭が上がってきちゃうから、結構通すのが、よし取った。そうしたら下水管に差し込むと、いいか、いい感じなんで、で一回ちょっとカバーを上げて、この状態で入れて、よし、でカバーを下げると、よし、OK、これで大丈夫なはず。そうしたら目くら外すのに一回ちょっと水道を止めないとまた大惨事になっちゃうから。あとこれを外してもう一回つけるときに、あの左右のこの部分をあのここにネジ入れて、で回していって、ちょうどいい位置で止めて、この本体を取り付けるんですね。でその際にこれシールテープっていうのを巻いて、あの水漏れを防止してるんですけど、あの一回締めたものを戻しちゃうとダメなんですよ、ちょっとでも。そうしたらシールテープ溝から外れちゃって水漏れの原因になるんで、回していってちょうどいい位置で止めて、なおかつこの左右を水平にしてちょうどいいピッチにしないとこれが入らないので、でそれがちょっとだけ難しいので、よくあの外す際にね、何周で外れるか数を数えておいて、ではめる時にその同じ回数で回して締めて、あの例えば10回で外れたら10回回せばいいだろうということで、この位置を決める人いるんですけど、そのやり方はね、あんまり分かってやってるならいいんですけど、分かんないでやっちゃうとちょっとあんまり良くないので、っていうのが、あのネジってね、目ネジとおネジがあって、まあ、こうやって入っていくわけなんですけど、そのタップの切り始めの位置を見て合わせて入れてるならいいんですけど、例えばね10回回して外れたものが10回でちょうどいい位置に来るかっていうと、目ネジに対しておネジのスタート位置がこっちかこっち、回し始める位置がこっちかこっちで変わっちゃうので、一周だからこっちで回し始めたら10周でも、こっちから回し始めたら11周ってことがあるので、まあ、僕は数はいちいち数えない でどうするかというと、感覚ですよね。感覚で、あ、もう一周回りそうだなと思ったらもう一周回して、
で、もう一周回んなくて失敗しても別に外してやり直せばいいことなので、その代わりシールテープをもう一回ちゃんと巻き直してからやらないと水漏れの原因になるので、まあそんな感じで数は数えないで取るので、で、こっちは別に入れるだけなんで簡単なんで、もう一周回るかな。よし、大丈夫。よし、OK。これで洗い物ができる。それじゃ水漏れしませんように。やったー、大丈夫。よし、あとはちゃんと下水に流れてるかチェックしよう。こっちは新品。よし、 OK。結構軽いから動いちゃうんだけど、物入れて重くなったら動かなくなるかな。いいね、新しい調理台。ホースを接続。よし、ようやくこれでお弁当生活も終わりだ。
着いた、久しぶりに着いた。で、コンロを右にくっつけちゃって、こことここなんだよな。だけどここが当たっちゃうから、ここだけ加工しないといけないんだよ。とりあえず横置いてみよう。よし、ぴったりだ。ぴったりだけどちょっと前出るな。よし、大丈夫。完成。まあここばっかりはちょっとしょうがないな。長さが決まっちゃってるから。そうしたら次はタオル立て。こうか。ちょっと六角を緩めて、で開いて扉の上から、で今後ろのアングルが動く状態だから、扉の幅に合わせてグッて押しながら手前の六角を締めると。よし、取り付け完了。いいね。キッチンマットは。でこのフローリングはすごい強度高いんで、なかなかね傷つかないんですけど、なんか硬いものを落としちゃったらさすがにあの表面割れたりへこんだりするんで、一応ね茶碗を落としてもいいようにこの前だけはクッション性のあるマットを敷きたいと思います。
これあれかな、コンロの前まで置いた方がいいかな。こんな感じかな。よし終わり、やっとこれで使える。床なりもしない、最高。コーヒーを飲もう。あったかいコーヒーを。久しぶりのホットコーヒー。あー美味しい。しみる。